抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日3月22日火曜日17時30分を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、キャリアボイス、代表されております山崎美和様においでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お招きいただきありがとうございます。あの先ほどからですね打ち合わせをずっとしてるんですけどもうなんかそのままあのカメラ回した方が良かったんじゃないかというぐらいのなんか深い話になりましてありがとうございます。その話をこの収録の中で出せるかどうか私の手腕にかかってるということでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。山崎さん、はい、山崎さんはキャリアボイスというね、はい、タイトルのダンペット屋号を持った、ね、そうですね個人事業主として活動しております。で基本的には研修講師だったりしますよね、はい。でまあ、キャリアボイスということですから、はい、何にまつわる研修をされているのかなということなんですが、はい、まずはお仕事の内容を教えてもらっていいですか、うんうん、はい、はい。まあ、キャリアボイスということで、うんうん、私自身がですねもともと18年間フリーのアナウンサーをやっておりまして、はい、でそのアナウンサーをやっている中で、もっと聞くであるとか、うんうん、はい、伝える、うん、そういったスキルを磨きたいというふうに考えるようになって、はい、で、うん、何がその自分のねこれまでの経験を生かせるのかなと考えた時に、うん、はい、キャリアカウンセラーであったりとかですね、はいはい、まあ、産業カウンセラーだったり、そういったまあ資格を取ってみようということで、まあ資格を取得しまして、はい、で実際にまあカウンセリングももちろん経験させていただきましたし、そして現在はまあ講師として、はい、声の支援、うん、声のということで声の支援、はい、声のご支援、そうですね、ですね声のご支援ですね。なるほど、うん。例えば研修で言うと、はい、どんな研修になるんですか。そうですね、うん、若者向けの、はい、声の、はい、まあ、ワークショップであるとか、うんうん、あと就活生に向けた、はい、これから就職活動が始まるぞっていう時にですね、やはりね、面接などできちんとご挨拶ができるように、であったりとか。なるほど。それこれは声もそうだけども、はい、その話す内容も含めてということですよね。そうですね、就活のね、はい。あとは、うん、まあ、一般の社会人の皆さんに向けたプログラムであるとかですね、で最近はシニアの方にも、うん、おシニア、はい、このワークショップ、声のワークショップということで、はいはい、はい、やらせていただいております。シニアの方にはどんなことされるんですか。まあ、例えばですね、うん、セカンドキャリアで、まあ、これから、まあ、ご自分のですね、まあ、人生どういうふうにこう、うんうん、自分で歩んでいこうかなっていうふうに考えていらっしゃる皆さんに向けて、まあ、ある意味こうちょっと声の力で自信をつける。あ、なるほど、はい、声の力で自信をつける、はい、ということは、まあ、発声もそうだし滑舌もそうだし、自信を持ってなんか言えるなんか内容もそうですし、伝えることによって相手の反応が変わっていくみたいな。そうです ね、そんなことでしょうかね、うん。で日本人の、うん、まあ、7割から8割の方は、うんうん、自分の声が嫌いっていう、まあ、そういった統計もあるんですね。あ、そうなんですか。春野さんどうですか。私好きですよ。好きですか。自分の場合いいですね、素敵です。そういうふうにこう好きですよって言ってくださる方は、うん、なんだろう、こう昔はね、小さい頃というか、例えば自分でテープレコーダー持ってきて自分の声を録音するじゃないですか、はい、そうするとなんか自分の声が違って聞こえるんですよね。ああ、なるほど。こういう声を出してるんだって思うと、うんうん、なんかちょっと違和感を感じたり、はい、こんな声なのみたいな、うんうん、ふうに思ってましたけど、最近こういった仕事柄マイクを通して話すことがやっぱ多いじゃないですか、はい、でそうするとマイクを通して話す自分の声をその作るというか、うん、うん、要するに聞きやすいマイクを通した声を出してるというか、ご自分で声をデザインなさっていらっしゃるんですね。そういう風になってきましたよね、どうしてもね。私は必ずそういったワークショップで、うん、まあ、いろんな年代の方に皆さんに、あなたは自分の声が好きですかっていう問いかけをさせていただくんですが、
その時にですね、うん、やはり最初にこう好きって言われる方は、うん、まあクラスの中のお一人いたらいいかな、うん、お一人お二人ぐらいなんですよね、うん、なんかね、うん、私すごく最近思うのは、はい、その私もねそれに近いかもどうか分かんないですけど、あの仕事が、皆さんは仕事を好きですかって問いかけするんですよ。ああ、そうですか。そう、今やってる仕事は好きですか、うんうん、楽しみながら仕事してますか、うん、って問いかけると一人も手を挙げないんですよ。寂しいですよ ね、 なんかね、結構なんだろう、うん、日本人って、うん、ま、これはもう固定概念か分かりませんけどね、うん、そのマストが多いんじゃないかと思うんですよ。あ、ねばならない、こうありたい自分っていう ね、 とかね、ねばならないみたいな、ね、うん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 、しなければならないっていうなんか要素が多いような気がする。したいとかやりたいとか、はい、そういう自分よりもねばならないの方が割合的に多いんじゃないかなと思うんですよね。だからどっちかっていうと楽しいとかというよりも義務感の方が多いみたいな、はい、なるほど。すいません、声とはちょっとずれたかもしれませんけど。いえ、とんでもないです。ただどうでしょう、その自分の声を好きになって、うん、やっぱりいろんな方とコミュニケーションを取った方が、ね、そうですよね、どうですか。いやもう本当に、いやもう自分の声が届くことの快感というかね、ね、うん、人生楽しくなるじゃないですか。ある意味そういった声を、まあ、自分の中で好きになって、うん、そして声の力で自信をつけるということが、うん、私自身の現在のキャリア支援というふうに考えておりまして、要するに自信を持ってもらうっていうね、はい、うん、それも私は一つのキャリアだと、うん、考えているんですね。要するに例えばこの前に収録したのはフェイシャルマッサージとか、あ、エステの方なんですね、はい、で、やっぱりそのメイクをすることによって女性は、はい、その自信を持ってもらうとか、生き方が変わるとかっていうのがある、うん、と同じように、はい、声に自信を持つことによって生き方が変わったりとか。そうなんです、ね、うんうん、で実際にですね、まあ、私が関わらせていただいた若者の中でも、本当にね久しぶりに自分の声を聞いたっていう若者がいたりして、でそのプログラムをこう徐々にやっていくことで、うん、だんだんですねこの顔の表情であるとか、うん、発言だとか、うん、本当に変わってくるんですよね。やっぱりそういった姿をそのワークショップの中で見ていると、うんうん、本当にこちらの方が、なんていうんですか、もう本当にこう胸がワクワクすると言いますかね。もう山崎さん、あのお話されてるこの姿を見てるだけですごくエネルギーがびっくり伝わってきますね。いや本当にだから楽しまれてますよね、うん、お仕事。そうですね、うん、私自身もやはりその自分の声っていうのが、うんうん、その自分の声が本当に好きなのかっていうことを、うん、やっぱり常に問いかけていまして、で実は、うん、ついあの最近まで、うん、何かちょっとどうなんだろうっていうところもあったんですね、うんうん、え、どうしてどうして、うん、というのがこんな素敵な声をされて、いやいやとんでもないです、うん、あの何かね、うん、こうやっぱりもともとアナウンサーでずっと活動してきたりとか、うん、研修講師であったりとか、うん、人の前で何か話をするっていうことがずっと続いているので、はいはい、ある意味もう作ってしまうというか、私はこういう声で皆さんの前で語りかけるわよっていうのがあまりにもちょっと出来上がってしまってて、で、あの例えば何か朗読したりとか、うん、何かこう文章を皆さんの前でご披露したりするときに、うん、声が素敵でしたって言ってくださるんですよ、でそれはすごくありがたいことだし、うん、嬉しいことなんだけど、だけど私の思いをもっと伝えたい。あ、なるほど、うん、思いをね、うん、なるほどね。そうすると綺麗とか、うん、そういった何かこう聞き惚れるとかっていうよりは、うん、何か皆さんの感情に訴える声、うん、それはもしかしたら私がある、うん、そうですね、ニュートラルな状態で本当に自分自身を飾らずにこう出せる声っていう方がもしかしたらいいのかなっていうふうに考えるようになって、ありのままの、そうですね、山崎さん、うん、で現在もトレーニングをもちろんやっておりますし、そしてさらに
まあ、最近は声だけではなくて聞くという方もね、うん、私のうちの会社も聞くは本当に大事にしています、はい、あ、そうなんですね。問いかけることと聞くこと、あ、まさしくでございます、はい、うん、やっぱり声を磨く、うん、声を自分の中でこうしっかりと聞いて、うん、今自分はどんな声を発しているのか、うんうん、その自分自身の、まあ、感情であったりとか心のありようっていうのを、うんうん、ある意味ちゃんと見つめるためにも聞くっていうことはすごく重要なことなのかなって思っております。本当に先ほど打ち合わせするときすごくその話には共感しまして、声って結局、まあ、腹式発声だとお腹から出るじゃないですか、はい、結局体内から出てるんですよね、声って。そうですね。だからその時の私自身のありようだったりとか、はい、その気持ちの持ち方だったりとか、はい、これが全部声になって現れるんですよね、うん、そうなんです。私はもう声は人なりというふうに、はい、ありがとうございます本当にそういうふうに考えておりますし、ね、そしてやはりこの声というのは、うん、一人として同じ声はないじゃないですか、うん、ね。でそれって、まあ、最近よくダイバーシティっていう多様性っていうのが、はい、あの昨今よく皆さんも目にされてると思うんですが、はい、ある意味この多様性の性の部分を声、うんうん、声、多様声多様声、ダイバーシティボイス、ダイバーシティボイスというふうに考えると、うん、何かもっと一人一人の声を大切に、うんうん、受け止めるっていうことができるようになると、何かこの社会全体がですね、うんうん、もっとなんかいろんな人が生きやすい、うん、そんなところになっていくんじゃないかなっていうふうに感じています。声を通じてものすごいなんか広がりがありますね。ありがとうございます。なんか生き方さえも変えてしまいそうな、うん、うん、あの生き方もそうですけど、あの多様性なんていうのは、はい、いろんな人と調和するみたいな、はい、そんなこともなんか声を通じていきそうな感じしますね、うん、ある意味ハーモニーですね。ハーモニーだいいおまとめでということで、あのまだ最初の質問なんですね。すいませんであの今日実はね、山崎さんに来ていただいた時にお土産もらったんです、はい、ね、さすがですね、もう声を専門としている方のね、あの飴を、これなんかいいんですかね、この飴ね。そうですね、音符、ね、うん、は書いてあるな、ここで、はい、で私があの、ね、研修とかやってる時にちょっとこうね、舐めると喉が動くという感じですね。さすが声をですね、声を商売されてる方の心遣いというか、ありがとうございます。喉あのねぎらってあげて、はい、ありがとうございます、はい、お願いいたします、はい、ありがとうございます。で、はい、山崎さんがこの、はい、まあ研修だったりとか、まあ、いわゆるワークショップですね、はい、こういったことをしようと思ったきっかけってどういうことだったんですか。あ、きっかけですか、うん、あのまあ本当にその資格を取って、うん、そういったキャリアであるとか、うん、あの実際に、うん、まあ、あのなかなかそのコミュニケーションが得意ではない若者と関わる機会があったわけですよね。あ、なるほど、うん、あのまあ、カウンセリングをさせていただく機会がありまして、でカウンセリングっていうと、まあ、うん、30分とか40分という時間なんですが、うんうん、何も発してくれないっていう若者と関わらせていただく中で、どうしようっていうふうに考えたんですが、うんうん、ただその若者はこれまでほとんど人とも会わず、うんうん、会話をするということはない生活を送ってきてたわけですよね、うん、でその若者にいきなりカウンセリングでお話ししてくださいって言っても、これって結構ストレスですよね。そうですね、うん、であればまずは声を出す練習をした方がいいんじゃないかと。なるほど、はい、それもノンストレスで自由に声を出せるような、うん、そういう場を作っていこう、うん、というふうに考えまして、うん、でワークショップであれば本当にその、誰がいいとかこうしなさいとかっていうのではなくって、自由に声を出していこうと、そういった場を作る、うん、まあ、安全安心な場を作るっていうことを、まあ、やってみようというふうに考えるようになって、こういったワークショップ
の形式の、はい、プログラムをやらせていただくようになりました。ということはもうカウンセリングの延長ですね。そうですね、どちらかというと、うん、あの個別ではなくグループでそれもやっていくっていうイメージです。ワークショップですからね。そうですね、無理なく声を発信しようと。そうですね、なんか優しいですね。ありがとうございます。優しい感じがする、とっても、うん、でもやっぱり安心安全な場所っていうのは優しい場所だし、はい、でなんだろう、無理に声を出さなくてもいいよっていう、なんかこう選択肢というか自由感がありますよね。はい、なんか山崎さんがもともと自由感のある人のかもそうですね、そうそうそう、まあ、深い話はするのやめときましょう。ありがとうございますということで、こちら行きましょう。はい、はい、キャリアカードですね。キャリアカード、はい、どれか一つ引いてください。はい、じゃあこちらを引かせていただきます。キャリアカードいろいろ質問が書いてありますね。はい、はい、どんなこと書いてましたか。今後大事にしていきたいと考えていることはということで。なるほど、大事にしていきたいと考えていること、うん、何でしょうか。そうですね、うん、やはり私自身、うん、私の名前が美和という、はい、美しいに平和の和なんですね。で、やっぱり、まあ、美しくっていうところは、うんうん、まあ、これはね、もうなかなか日々努力しないといけない部分なんですけども十分美しいと思いますよ。ただこの和という字が私は漢字の中でも大好きで、和む、和むね、この和むっていう場をね、作っていくということを本当に大切に大事にしていきたいなというふうに考えております。でも人って帰ってくるところってそこじゃないかなと思うんですよね。和んでいく、もしくは安らぎがあるとか、はい、安心できるとか、うん、いろんなところで戦ってきますけど、いろんな人とね、はい、まあ、人というか分からないし、仕事もそうですけど、うん、結局いろんな圧力があったりとか戦って、はい、最終的にはうちだったりとかお家だったりとかね、うん、和む場所に帰ってくる、うん、休まるところで、はい、うん、だから 山崎さんのところに最後は帰っていくとそんなたくさん書いてもらっちゃ困るで。でもそういうなんか場作りっていうのが、そうです ね、とっても大事ですよね。うん、これはまあ研修であってもワークショップであっても、うん、やはりその場を作っていく、うんうん、そしてまたその場が、参加してくださる方にとって本当に心が和む場所というのが、私が、まあ、今後も本当に大事にしていきたいというふうに考えております。はい、最後に大事にしたいことをなんかもう伝えていただいたような感じですけども、そうです ね、はい、カードで引いちゃいました。ありがとうございます。それではですね、はい、ありがとうのコーナーに行きましょうか。はい、どなたにありがとうございましょうか。そうですね、これ、いろいろ悩んだんですけども。あ、悩んだんですか、うん、一応悩んだんですけどもどう言っちゃいけないですね。いえいえ、はい、まあ、やはり私自身ですね、うん、そうですね、うん、和む場所を作りたいと言いながらも、はい、やはりですね、うん、時にはなかなか私自身がそういうふうに振る舞えない時もありまして。あるんですか。あります。はい、キリキリしちゃう時は。そう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 、それをいつも受け止めてくれる夫へ、夫、シャレじゃないけど夫みたいなねえ、はい、ねえ、私の夫はある意味私よりもカウンセリングの能力が高いんじゃないかなと思ってるんですね。じゃあいろいろ話を聞いてくれるんですね。聞いてくれるっていうのもあるし、彼からいつも私は注意を受けるのは、どうしてもよく研修などで皆さん一度受け止めましょうって言ってるんですけど、ね、はいはい、やはり私生活ではでもとか、だってってつい言っちゃうんですよね。で、それを彼は私が出た時にそうじゃなくって、一度そうだねって受け止めてって、いつもそれを言ってくれるっていう、まあそこを、なんかあれですね、山崎さん先生みたいな感じですね、なんかね、ねえ、ね、なんかでもそれがありがたいですし、その時にふと、あ、今私こんな声出してるとか、和やかな場じゃないわっていうことに気づかされる。本当にその、いつも見守ってくれる夫に
ありがとうという気持ちを、はい、ぜひぜひ一言ぜひお願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。急に照れなくて急に照れなくてじゃないですか。いやいやいやでもあまあ、これからもぜひ美馬さんを支えてあげてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。でもきっとこれって私だけじゃなくって、うん、今まあ見てくださってる皆さんも、うん、あ、そうじゃないですか。もうおっしゃる通りそうですね。でもやっぱり私もね、ここまで来れてるのがやっぱり妻のおかげ。大事な時に背中をボーンと押してくれるので、もう本当に決定的な背中を押された事件っていうのが、うん、この会社を作る時に作ろうと思ってなかったけど作る気持ちにさせてくれたのが妻なんですよ。あらガーン、ありがとうございます本当にもういつもお世話になっております。本当に私からもありがとうございます初めてですよ、こうやって私が言わなきゃいけなくなっちゃったので、でも本当にありがとうございます、ね、でもいい言葉ですよ ね、やっぱり感謝をして、そしてまた、そこから一歩を踏み出すっていうことで、ね、そうですね、本当そうですね。ありがとうでこう輪が、ね、こうずっとつながってくるといいなーなんて、はい、この T シャツの通りですね。本当です。はい、はい、ということで、もう先ほどですね大事にしたようなのもいただいたので、そろそろですねお時間なので終わりにしたいと思います、はい、本当にありがとうございます。今日ありがとうございました。で改めてね、改めてご紹介させていただきます、キャリアボイス代表されております山崎美和様においでいきました、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最初